金曜日さん、僕がもう動けないと思っていましたか？そんなことはないですよ。ずっと準備していました。装填完了。ここで訴えます。この文章は、お笑いコンビクロスバー直撃の渡辺センス40が自分の X に怒りを込めながら書いたものです。彼は東京地裁に、写真週刊誌フライデーの発行元である講談社に対し、ダウンタウン松本人志60の性的トラブル疑惑に関する新たな疑惑を報じた記事に対する損害賠償や訂正記事を求めて提訴したことを報告しました。渡辺が問題視しているのは、独占スクープ入手、松本人志は裸の王様だった、ハレンチすぎる馬乗り写真現場で起きたこと全真相というフライデーの記事です。2月16日号。その記事には、18年10月中旬にザ・リッツ・カールトン大阪のスイートルームで行われたアテンド飲み会で、ミニスカートの女性が松本に馬乗りになった写真が掲載され、渡辺に誘われて参加したとされる A 子さんの証言も含まれています。この飲み会には、男性陣としては松本と渡辺の他に田村健二、51、放送作家が参加し、女性陣として和英子さんとその友人で松本に馬乗りになったとされる B 子さんの計6人が参加していました。渡辺はこの報道後、自身の YouTube チャンネルでこの記事の矛盾点を指摘していましたが、その後、音沙汰がありませんでした。その理由は、渡辺自身も語っているように裁判の準備に取り掛かっていたためです。渡辺の担当弁護士は、松本裁判を担当している田代正弘弁護士です。渡辺はこの件で松本と連絡を取り合っていたといいます。それは渡辺自身の仕事に大きな影響が出ているためです。まさに松本と共闘する様相を呈しています。馬に乗った写真の偽造疑惑も、記事によれば松本が B 子さんに興味を持ち、二人が寝室に入った後、A 子さんが一度帰宅したが、友達が酔って帰れなくなったから、迎えに来てくれない?と松本からの電話で再び合流したとされている。しかし、新幹線で行くような他県に住む A 子さんはその日、渡辺の家に泊まっていたため、再び松本の元には合流せず、馬に乗った写真の出所や真贋が不明であると、渡辺はコメントしている。渡辺がこの飲み会に誘ったとされる友人女性から、私は雑誌に話を持って行っていない、あんな写真を撮った記憶もないし、あんな光景を見た覚えもないし、それは私ではない、という証言を得ており、馬に乗った写真は偽造されたものではないか、という疑惑が広がりました。渡辺は写真のオリジナルをフライデー側に提出することを求める意向のようです。前出、お笑い関係者。しかし、報じられたのは6年以上前の出来事であり、曖昧な点が多い。飲み会自体は事実であり、当事者たちの記憶も曖昧であることも事実です。渡辺は松本への女性の提供を否定していますが、一般的には松本が女性を飲み会に誘っており、B 子さんをホテルに置いて出て行ったなら、それが提供だとみなされてもおかしくありません。芸能ライター。記事に掲載されているような不適切な行為、女性を選別して首席に参加させるなどの事実、また女性の人格を否定するような行動は一切ありませんでしたと、渡辺は明確に主張しています。こうした渡辺の主張は、松本の訴訟に大きな影響を与える可能性があります。視聴者のコメント、写真が合成されているとしたら、フライデーは拝観すべきだと思います。もし A さんとは別の女性が全く別の日に撮影された写真なら、記事に出ている A さんや B さん、渡辺センスさんは単に巻き込まれただけで、記事の内容が間違っていたとしても写真が本物ならば状況は異なるかもしれません。合成された写真が報道されている場合、
それにはかなりの悪意があると思います。特に A 子さんがそのような写真を知らないと主張していないのなら、彼女自身がその行為に関与している可能性があります。このような行為は犯罪ですから、徹底的に追及されるべきです。実際、このような大きな話題でも、時間が経つにつれて関心が薄れ、忘れ去られていくものです。賛成派も反対派も当該記事に対するコメントが減少しているのは興味深いですね。どんな仕事でも、誰でも代わりがいるので。特にテレビ業界はその傾向が顕著です。おそらく判決が下る頃には、関係者以外は関心を失っているでしょう。記事になるだけでも感謝すべきですね。6年前の出来事については、曖昧な部分が多いですが、LINE のやり取りは残っており、それが客観的な証拠となり得ます。また、渡辺氏は A 子さんと連絡を取っており、フライデーが言う A 子や B 子とは異なる可能性が高いため、法廷での証言が渡辺氏側と整合性があれば、フライデーはかなり厳しい状況に追い込まれるでしょう。さらに、松本人志氏の上納システムの状態化など、松本氏の疑惑の一端も明らかになる可能性があります。今回は渡辺氏が提訴しましたが、今後は松本側からの提訴も予想されます。フライデーの追及ではなく、講談社や編集責任者、そして個々の記者に対する責任を社会が問うべきです。松本人志氏に対しても、芸人としてではなく、一種の公的人物として、また社会人として責任を問うべきです。テレビを見ない人にとってはプロレスはどうでもいい話かもしれませんが、実際には六本木の風景の一部として受け入れるべきではありません。この問題が起こる前に、同様の企画がミズダウで行われました。怪しいプロデューサーがいざない。一方はマネージャーと相談して危険だからやめようと言いますが、もう一方はテレビ出演のために覚悟を決め、結果としてドッキリが放送されます。この問題に関してだけでなく、週刊誌と SNS が結びついた死刑の風潮を変えない限り、法治国家として取り返しのつかない状況になる可能性があります。その写真は合成されたという噂が広がっていますが、本物であっても偽物であっても、不特定多数の人が閲覧できる媒体に掲載されるべきではありません。有名人があっという間に消えてしまう。週刊誌の報道合戦は本当に恐ろしいものです。週刊誌は様々な手法で、松本氏に有利な世論の流れを変えようとしていますが、それは容易ではありませんね。フライデーは印象操作に失敗し続け、文春はあの女性たちがそう言っていましたとだけ述べて黙殺しています。世間に上納されてもおかしくないという言葉で週刊誌業界が、作り出した上納システムをどうにか利用しようとしていますが、そんな都合の良い世間は存在しません。一度、謝罪して取材もせずに空論を記事にしましたと行儀よく世間に謝りましょう。